Bonjour、フランスナント在住のノリです。とある週末、フランスの家族がナントに遊びに来てくれたので、ナントの観光名所をいろいろみんなで回ってみました。皆さんもね、もしフランスに来てナントに来ることがあれば、ぜひこの観光地を参考にしてみてください。まず1日目、私たちがやってきたのはナント島の西側にあるレ・マシン・ドゥ・イルという場所です。こちらにはですね、木製の大きな像が有名で、それもね、後で動画で出てきます。こちらのね、像の横にあるのは大きなメリーゴーランドで、これはナント出身の小説家ジュール・ヴェルヌが書いた海底2万マイルをモチーフにしてます。こちらに停泊している船はロワール・プリンセスといって、ロワール川のクルーズが楽しめる大型船です。約1週間のロワール川クルーズを楽しむことができます。このナント島はもともと大きな造船所があったところで、そこが再開発されて子供のための広場やレ・マシン・ドゥ・イルが展開されています。なので至る所に大きなクレーンやドックがそのまま残されていて、時の変遷を感じることができます。さあ、こちらの場所は皆さん何かお分かりになりますか？実はね、この茶色いこうちっちゃい家みたいなものはバーベキューコンロになっていて、夜になるとここが開放されて公共のバーベキュー広場になります。こうみんなで同じバーベキューコンロを使ってここで食べてっていうようなことができるような広場です。あれ、キッコン、どのトランポリンやる？パパ前だよ。はいはい。よいどん。よいどん。バーボー。本当？ah oui。T'as entendu des grenouilles ? Honto ? Bah, la dernière fois qu'on est venu, on avait entendu, c'est vrai, mais là, je sais pas. Honto ? Il y en a ? Ouais. Mais c'est bien. Ah, je sais pas, mais. Et c'est plutôt le soir, non ? Ouais, je pense que oui.
さあ、お昼時になりましたので、今日のお昼はこちらのカンティンボヤージュという場所でお昼ご飯をいただきます。このカンティンっていうのはフランス語で食堂という意味です。そしてボヤージュというのは旅という意味なので、旅の食堂という意味なんですね。ここはですね、夏季限定でオープンするレストランで、なのでね、こう半屋外の作りになっています。でね、奥にはこう子供スペースもあったりして、子連れにとても優しいレストランです。一応ですね、食堂というコンセプトなので、メニューは至ってシンプルで、そんなにね、バリエーションはありません。食堂みたいにですね、まずは列に並んでチケットを買って、そして配膳の列に並んでっていうようなシステムになります。そしてこれが私が頼んだブロシェット・ドゥ・ラ・ビヨンドで、これはね、鶏肉の串焼きで、それに野菜が一緒についてます。で、こちらはベジタリアンミートの串焼きです。さあ、翌日はですね、南都市内を駆け巡るこう小さなね観光列車がありまして、それにみんなで乗ることにしました。南都のあらゆる名所を短時間で回ることができるので、初めて南都に来られる方はぜひこのね列車に乗ってみるといいかもしれません。Une fontaine monumentale, œuvre de l'architecte Henri Driolet, de la moitié du 19e siècle.さあ、列車の後はみんなでピクニックです。今日はね、暑かったのでルミフォワードって言って、子供たちが水遊びのできる場所の近くで過ごすことにしました。
petit poison. Allez, on va les pieds. Allez, allez, allez. Bravo, un peu ça avance. Oh, my God.